はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこちらにあるちょっとねオータムカラーの花材があります。こちらの花材を使ってこうミニブーケをね制作していきたいと思います。結構ね可愛い秋のミニブーケになると思いますので、しっかりね見といてください。ではね、まず花材紹介からいきましょう。こちらがピンクッションピンクですね。でこれがカラーです。でそしてヒペリカンの紅葉ですね。それからドラセナのレッドです。レッドです。これが黄色のタマギですね。ピンポンガムです。でこれがまあこうオータムカラー茶色系のスプレーですね。では今日はこちらの花材でミニブーケ、素敵なミニブーケを制作していきます。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では制作をしていきます。今日はこのアングルでいきますね。いつもこうもっとズームしてブーケだけしか見せないでやってる時もあるんですが、今日は僕も出ます。今日は僕が出たいから僕も出ます。ではこれでいきましょう。ブーケはねまずこのようにステム処理、ステム処理というのは下の方の葉っぱをね取る作業を先にしておくんです。そうしないとこう片手が塞がってしまうので、この先にねこう葉っぱを取る作業とかをしとかないと後々こういろいろとやりづらくなっちゃうんですね。だからある程度まあたまにはね後からこれ入れたいっていうのも出てくるかもしれないんで、そういう時はこう仕方ないんで途中でやることもあるんですけれども、だいたい先にこう処理をしておきましょう。じゃここのところこうジャパンカップとかクイーンカップとかまあこういう大会の名前っても分かんないと思うんですが、のこう MC をねずっとやる。こういうドラセナなんかも全部葉っぱを取っておきますね。長く使いたい時は長く取っておくんですが、今回はミニブーケなんで長く使わないので全部パーツにしちゃいます。でここで大事なのがこれ葉っぱよれてるんですよね、どうしても。なのでこの葉っぱは全部一度こうやって巻いて巻いて形を整えてこういう綺麗な形にしておきましょうね。これが後でやろうと思うと後々やろうと思うと大変なんです。だから先にやっとかなきゃダメです。全部このようにしておきます。始めていきます。まず最初にこちらヒペリカムの黄色を持ちますね。でこれある程度もうブーケが短い、ブーケの長さが決まってたらこのステムを少し短く切っておくというのも、まあ、テクニックの一つなんでこのようにしておきましょう。はい、そしたらここでこうドラセナを持ってドラセナの先をこう握り込みますね。こうすることでここに空間ができるんでお花とお花の間を開けることができるんです。でヒペリカムの紅葉を入れます。でもちろんこう花束なんでスパイラルに制作するんですが、まあ、2、3本の時はまだスパイラルになってるかなってないかもわからないので、ここではまだ説明はしません。後ほど説明しますね。でこれ今
ここまで来ました。ここにスプレーインクの茶色を入れました。でスパイラルっていうのはここをこの上をね、ごめんなさい、上に茎が次々重なっていく状態を言いますね。これがクロスするとそこで花が折れたりしますので、クロスはさせないようにしていきます。そしたらまたこうドラスナをね持ってこう握り込みますね。握り込みます。でカラーはね少しこう長めに出しましょう。ミニブーケといってもまあもう一本のカラーは短くしてもいいと思うんですが、一本ぐらいはこう長く、それか横に伸ばしたかったらこのようにこのままこのまま横でいきましょうか。はい、そしたらここでドラスナを、まあ、カラーにこうついてくるドラスナをね1本長く入れます。じゃあまたここでスプレーインクをこう入れていきますね、はい、でここにまたヒペリカムをこう入れてこのようにしていきます。で玉肉をここでこの手前のところに、で花束は必ずこう花材がどんどん引きずり込まれていくので、ここ少しずつ直していくことが重要ですね。そこを怠らないようにしてください。でまたこのドラスナを入れますね。こういう状態です。でヒペリカムの紅葉を入れます。こういう状態ですね。そしたらここでもう一本カラーを入れましょう。これは手前に少しこうこういう状態で入れましょうかね。見えますかね。そしたらこの手前にもう一本黄色い玉菊を入れます。はい、こういう状態ですね。こちらのスプレー菊を後ろ側に少しここの後ろ側が空いてるんでここに入れていきます。あ、要するにこれ花束ってこう空いてるところにまあ入れてったりするのもこうなんていうんですか、どん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 デザインはね変化していくこともあるんですよ。もともとこう完全に狙った形でね作る場合もありますし、少しこう花がね 花を入れてってみてその花のより良い場所でこう花を止めていくとデザインが変化することももちろんあります。そこを臨機応変にできると結構いいものができるんで、そういう訓練っていうかね経験をね、たくさん積んでいってください。で、ドラスナをまた入れますね。で、ここにもドラスナを入れてまた巻き込みます。握り込みます。はい、で、またヒペリカムをこう入れて、で花束は一番大事なのがここの底辺がこう180度展開になっていることが大事なんですね。なんでそこが大事かというとこう器に入れた時に180度展開になってないとこうぐらつくんですね、花束が。ですからそこの底辺が180度展開になっていることが、結構重要課題になってきます。これで花が入れ終わりましたので、ここでここのバンディング持ってる部分を結束したいと思います。
で、このラフィアでこのバーニングポイントを結束していきましょう。まずラフィアの先にこういうループを作りますね。で、そのループごと親指でこう持ちます。で、そしたらこの長い方の紐ですね、これを後ろ側にこう回して、この上をねこう縛っていきます。で、その時にこう紐が同じとこを通らないように、この上に重ねてこのように縛っていきますね。それでこれが縛り終えたら、ここに最後にまたもう一回ループを作って、まあこれループ作らなくてもいいんですけど、もう一回ほどきたい時はループを作って、この最初に持ったもう一本の紐ですね、短い方の紐をこう引っ張ると、これで結束が出来上がります。あとはこのステムの長さを、まあ、花瓶に合わせて切ります。はい、ではね、こちらこういう後ろはこんな感じですね。花瓶に入れて撮影をしてみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。結構ね、こうかっこよくできてますよね。ではですね、今日のこの注意というかね、この180度展開とか、まあ先にね、こう花の処理、葉っぱの処理をしておくとか、スパイラルで花束を作っていくとか、その辺の注意をぜひね、こう動画の中でこう見返して、チェックし直してみてください。この花束に関してはもう練習あるのみなので、一度でこう一回の練習を一度で終わらせるんではなく、何度も何度もこう復習して練習していくことが重要です。ではね、しっかりと練習をしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.